大助政。大助政は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。大助よりの子。武蔵国岩月城。現在の埼玉県埼玉市岩月区主。後日立国方の上司。大英二年、1522年、大木谷植杉氏の家臣。大助よりの次男として誕生。はじめ、父や、兄、主剣と同じく、大木谷植杉氏に仕えた。 天文五年、1536年の父の死後は、兄が家督を継いだが、助政は、主権と不仲であったため、岩月城を出て、州都の南端県へと松山城に住んでいとされる。その後、兄は、相模国の北条氏への従属に傾いていくが、助政は、ノリらと共に、大木谷上杉氏に仕え続けた。その後、天文六年、1537年、県へは、 北条氏との戦いで三人の息子と老いの、早とせいをったため、助政は、県への無養用紙として、松山城の継承権を得たとされている。天文15年、1546年、市君、上杉友貞が、北条氏康との決戦である、川越屋戦で内ち死におとげ、大木谷上杉氏が滅亡する事態となった。助政は、松山城を退いて、 横瀬市支配下の上野神殿に失足する。天文十六年1547年9月、北条氏の隙をついて松山城を吸収して脱会。同年10月に兄が死去すると12月に当主不在の岩月城を攻め、実力で家督を継いだが、親北条派の一部の家臣が離脱して北条氏に走ったと言われる。しばらくしてすぐに北条側が巻き返し、 松山城を任せていた上田智直は、北条氏に寝返り、岩月城も囲まれたため、天文十七年1548年1月に北条氏に降った。その後、天文十三年1554年4月に父も用いていた受領名である、美野守を名乗っている。この頃、相模北条氏は甲斐、武田氏、駿河今川氏と三国同盟を結び、 北関東では、北条氏と越後上杉氏との交想が展開されて、いたが、助政は、北条家臣として、主に、北地国方面で戦ったほか、横瀬氏や白川祐貴氏、伊達氏などとの間で、北条氏の取り次ぎを務めている。また、北条氏康も助政が、名門大竹の末裔であることに配慮して、名目上は、小学坊を、足利義氏の家臣として処遇し、 スケマサの着難、獅子と自分の娘との婚約を行った。しかし、A63 年、1560年、越後国の上杉謙信が大軍を率いて、関東に侵攻してくると、小田原城戦い、12月にはスケマサもこれに応じて、上杉軍の先鋒を務めるなど、北条氏から明確に離反、敵対するようになる。これに対し、宇治安はスケマサに対する報復のため、 何度も武蔵岩月城、松山城に攻め寄せた。なお、上杉氏参加の時期においても、里見氏や那須氏との間で取り継ぎを務めている。一方で、A66 年、1563年7月2日には、朝廷より民部大助に任じられており、これは、北条氏による懐重策とする説もあるが、助政の姿勢が変わることはなかった。ところが A67 年、 1564年、同盟相手の里見氏と共に、第二次河野大合戦にて、北条氏と戦うが敗北し、一旦里見軍と共に、上佐国に落ち延びるが、5月には、上佐ののと種治の支援で、岩月城に帰還し。ところが、7月になって助政が、極秘に、里見氏を訪問して、支援を求めようとしたところ、親北条派であったこの志士が、 父の側室である大石氏やその所生である弟の梶原正景らを遊兵して、岩月城を占いして、北条氏に降伏、助ケはそのまま岩月城を追放されることになった。助ケはやむなく娘婿の成田市長を頼り、さらに横瀬成重とも図って、翌8年、1565年5月には、岩月城奪還を図るが失敗、この間に出家して、 山岳祭同様と称した。やがて、助政は、下付宇都宮氏を頼り、ほどなく、日立国の佐竹義重を頼り、その配下となった。その後、義重が親、北条氏の小立川を破って、片野城を奪うと、助政はその城主に任ぜられた。助政は、脱出に成功した、正サや大石氏と合流すると、ここを拠点に、北条氏と戦い続けるとともに、 マカベ美サと結んで、佐竹氏の勢力拡大に協力することになる。柿岡城はもともと、マカベ氏の城であったが、久し美きの婿になった、梶原正ラに譲られ、片野城と共に助政の拠点となった。上杉謙信や武田信玄は、佐竹氏への取り次ぎを助政に依頼するようになるが、反面謙信は、本来上杉氏の家臣である助政の佐竹氏への、 傾斜に不満を抱くようになった。A62 年、1569年に三国同盟が崩壊し、北条氏は買い、武田氏と敵対すると、越後上杉氏との同盟を締結、越相同盟した。この北条と上杉の同盟は、関東国衆に同様を与え、助ケは謙信に対し同盟締結の反対を意見している。同盟の協議の中で、 助ケの処遇問題も重要な課題として浮上し、先の三船さんの戦いで戦死した、志士に代わって、助ケを岩月城に入れる代わりに氏が、佐竹氏と縁を切って、片野城など日立の所領を放棄することが、北条、上杉双方から求められた。だが、大田助ケと上田友直の間で争われていた、松山城の処理について合意がまとまらず、さらに、 日立の所領も岩月同様に保証されることを求めた、スケマサは、佐竹義重と共に、これに反発した。10月には、関東に出兵する謙信からスケマサに対して、上野国への出兵と同時に、片野城を放棄して二度と帰しないことを命じられ、翌月にも、同様の命令が出された。だが、スケマサはこれを無視して12月には、佐竹義重、 マカベ・美サと共に、デシャサカの戦いで北条方の織田天安を破って、さらに本拠の織田城を占領し、助政の支配下に置いた。関東出兵への助政の非協力に対する謙信の不満と方の城、柿岡城の放棄を命じる謙信の命令に対する、助政の不満が、決定的な亀裂を生み、元気元年、1570年3月に謙信は、身の守るの真珠見限り行、 今日までは頼もしく思い候うろうつるが、この末は、覚悟知らずこう、上杉神社文書、謙信公互書という書簡を助政に送って絶交して、しま。その後、謙信はこれを後悔し、助政への取り次ぎであった、山吉豊守、川田長近を介して、和解を図り、元気三年、1572年8月までには、両者の交渉は再開されているが、 佐竹氏を含めた最終的な和解は、小山氏が、北条氏に攻められて、佐竹、上杉領氏が救援を本格化させた、天正三年、1575年8月のことで、あった。この年のうちに実現した領氏に、里見氏を加えた、関係修復と同盟締結には、助政の本走があった。一方、この頃から助政は、織田信長とも連絡を持ち、天正六年、 五百七十八年に、上杉影勝から、謙信の死去が、生に報じられると、スケマサはそれを、織田信長に知らせている。ところが、本能寺の変の混乱下で、北条氏と佐竹氏の争いが、深刻化し、天正十二年、五百八十四年五月に、沼尻の合戦が発生すると、その最中の六月に、突然、スケマサの次男である、梶原正影が、北条氏に通じて、 佐竹氏に反旗を翻した。だが、7月に和義が結ばれると、佐竹義重は、梶原正影討伐に乗り出し、10月に正影は、義重に降伏したが、長年の功績から不問に付された。だが、この件をきっかけに助政は三男である助竹を、後継者とし、天正16年、1588年頃には、助竹が、大田氏の家督を継いでいる。 天正十八年、千五百九十年、西日本を完全に制圧し、明日ともに天下人となりつつあった、豊臣秀吉の小田原征伐の際、助政は小田原に参陣して、秀吉に越見した。しかし、古地である岩月に戻ることは叶わず、天正十九年、千五百九十一年に病死した。助政は、片野城を三男の大田助武に譲った。 助武は後に、結城秀康に仕えて子孫は、福井藩の家臣となるが、助武の彦の因子の代に浪人した上、実子に先立たれたことによって、公式には断絶している。因子所有の大田氏関連文書は、地明寺に嫁いだ娘に譲られ、さらに同時と繋がりの深い先州寺にわたって、現存している、先州寺文書。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。